ので、行政の皆さんのご配慮いただきまして、まあ、実現することができました。じゃあ、中早速入ってきますので、よろしくお願いします。さあ、行きますよ。何カメ、何のカメラ、知る？プライベートカメラ。プライベートカメラ。回します。家で見るやつ。うお、いや、いや。いいね。どういうの？素晴らしいね。このさ、この階段もどうよ。どう？むちゃくちゃワクワクねえ、この この階段、この階段もこれ何 Z ってデルビアだから、そういうこと、そうですよ、デルビア C、 デルビア D、 絶対そうですよ。うわね、見やすいね。どう、ちょうだいよ、天空の城だね、これが。なるほどね、もうね、勝つ気しかしないよ、この。ああ、そういうこと、うん、待ちに待ったよね、待ちだだけに。イメージできてる？ここにさ、サポーターが入って活躍するイメージできてるの？満席になって、うん、点決めて、うん、みんなで、うわーい、うわーい、うわーい、ありがとうございます。
お水さん。あ、お疲れ様です。どうですか水さん。逆じゃないですか。水さんどうですか。え、いや素晴らしい出来だと思います。ね、すごいよね。すごい本当にみんなの力が想像もできなかったよ、こんなの。幸せを楽しみて頑張ります。どうも。また会いました。また会いました。また会いましたね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。うわ、また違いますね。また違う。カウンターシート。ボックスシート。金が思うんですよ。なんかビップっぽくないここ。そうですね。どうですかこの席。コンセントとかもあるんですよ。え？いません。あ、すごい。これビップ。どう、このシートどう。ちょ。それいいね。もう一回。このシートどう。あのダゾーンの初めね。想像してたよりすごすぎて。あ、そう、うん、確かにね。引退したらここにサッカーみたいな。あ、ここ夢夢ではない。アーリーあれだよね、トイレとかウォシュレットなしで見ない。ウォシュレットなしで絶対できないからね。ここどうなってるかな。一回チェックしますわ。一回ちょっとチェックしてみて。これ結構大事だからウォシュレット。すごい電動電動全部電動です。ありがとうございます。全部全部ついてます。全部ついてる。これはもうね、子供にもおじいちゃんおばあちゃんにも優しいですよ。トイレ大事だからやっぱり。トイレはめちゃくちゃ大事なんです。うん。見てください。うん。こうやっぱ女子と男子もそうですよ。あの奥ベビーも。わあ、授乳ね。うん。子供いる方の時にも優しいっていう、うんうん、この配慮。使いやすい。使いやすいです。この上の照明ですね。照明。だけ明るい。そう。見やすい。いや、そして泣いたときにこの光がまたいい光を醸し出そうです。いいとこしかないね。いいとこしかない。すごい。やっぱり俺らってどうなの。おー、仕切りもついてる。すごい、ね、あ、しかもミルクっていうようにね、お湯もちゃんと、やっぱりお湯大事だから。安心です家族で。安心安全。第一は、まあ、過去のいろんな人たちの課題とかを克服したのが凝縮されてるんじゃないのかなって見てて感じますね。シートにしてもやっぱ実はこのトイレの数とかすごい大事なんですよね。ボックスシートとか、まあ、老若男女とはずっとそういう平等な公平な
かジャニーになってるなって、だからすごい効率的だなって思いました、ね、はい、状態いいね。僕も超える。状態ね。状態よ。状態、うわや最高。あっちに向けて。いつもの顔してる。素晴らしいスタジアムでしたね。僕は今年から来ましたけど、このスタジアムができるまでにいろんな方が多分携わって、いろんな人たちの思いがあると思う。じゃあそれをピッチで伝えてもらって、結果で恩返しに頑張ります。カルス、私は5時なので、トイレに行きたいです。On da čovjek mora da bude ponosan i zahvalan svim ovim ljudima koji stoje iza ovog projekta i gradu, ljudima koji su radili, a pre svega ljudima u klubu, da su omogućili nama kao akterima ovoga da možemo da uživamo ovome i našim navijačima da mogu da nas bodre u ovako jednom predivnom vijeku. 10年という区切りで、非常に長いな、長い期間だとも言えると思うんですけども、ただこういった形でスタジアムが大きく変わったんですし、尽力してくださった方たちがたくさんいるというと、町田の市民の皆さんをはじめ、工事に関わってくれた方々、そしてクラブの、方々、やっぱり感謝を忘れてはいけないというふうに思います。本当にあの時の10年前の、ね、スタジアムの方は見違えるように立派なスタジアムだったというふうに感じます。Vidi, generalno i poznata odluka, znate, ovakav dođeš na ovakav stadion, samo kažeš to može ljudica koji je wow, pogledaš teren, pogledaš stadion, a znajući kako je to pre izgledalo, meni se sviđa sve, a najviše kažem to što oni koji su radili, oni znaju koliko je truda ovdje uloženo, mislim na ljude iz kluba koji su od početka ovdje, znaju gdje su počeli, vide sad ovo i mogu da budu ponosni kao i mi svi na njih, zato što ovako se... Ja ne bih ništa posebno izdvajao. Ovo je i dobro, kao i jedan od svih toga što je bilo. Ma da, hajde da to i mi stadion kada nagrada me da ti će i uspjeti sa stadion na kraj kan ti je ovo i to i ne, ti je bilo ましたし、さっきも言ったんですけれど、ここまで来るとやっぱり多くの方々が我々のために、我々のチームのために、クラブのために、このスタジアムのために、やつを話したということを忘れてはいけませんし、10年、我々も今までこのスタジアムを建てるにあたって尽力してくれた方々に対しての恩だったり感謝の気持ちを仕事で返さなきゃいけない。A ja se nadam najlepšo svega da će da bude pogled od ozgo, pogled naših navijača na teren na našu igru, da će da bude najlepšo svega. Stegi da ne, kaj kad to onaj zi grai pitchi naka de mo, かっこよく見えるサッカー、いいサッカー、いい内容のサッカーっていうのを見せて、そして結果を得て、お参りしたい。
Ja samo mogu da kažem da ovakav stadion šteta bi bilo da prođe bez navijača, da ne bude popunjen, da oni ne vide svu ovu lepotu i sve ovo što je urađeno. A kad oni dođu ovdje jedan puta i kad budu vidjeli i onda našu igru, ja se nadam u najboljem izdanju, da ćemo uvijek da gledamo da popunimo ovaj stadion, da napravimo jedan divan ambijent i da zajedno uživamo u svemu ovome. これだけね、やはり素晴らしいスタジアムができましたから、より多くのサポーターの皆さんに体感してもらいたいというふうに思ってます。私、我々もね、先ほども言ったように、このスタジアムにふさわしいサッカーをして、結果を得ていきたいというふうに思ってますし、あとサポーターの皆さんと一体感もね、しっかりと出せそうなスタジアムになってますので、そういった雰囲気も皆さんで味わえるように、サポーター皆さん、ne dajte da vam kuća bude prazna. Popunite kuću i dođite da svi uživamo. サポーターの皆さん、このスタジアムが、あなたたちの家になります。この家を全員で満員にしましょう。バックスタンドに初めて足を踏み入れさせてもらったんですけど、すごく立派なスタジアムになったと思いますし、たくさんの人が足を運んでくれる場所なので、すごく快適な場所に、なっていると思います。1階から3階の客席を見させていただいたんですけれども、それぞれに特徴があって、素晴らしいものになっていますし、特にお勧めしたいのは3階の部分がとても臨場感があってピッチを見渡せますし、そういった部分ではサッカー全体を通して楽しめるっていうのは3回の特徴だと思ってます。こういった機会がないとなかなかピッチを見るってことはないんですけども、そういった中でも僕たちが躍動している姿っていうのがイメージできたので、そういったものを早くサポーターにも見ていただきたいと思っています。今回スタジアムが J1 ライセンスの基準にクリアできるスタジアムができたところで、クラブとしてまた一歩前進したと思いますし、クラブハウスに関しても完成予定なので、それでも少しずつですけどもクラブとして成長していってるという実感もすごくあります。待ちに待ったバックスタンドの開放が5月16日の新潟戦ということで、たくさんの人にまずは足を運んでいただきたいと思いますし、僕たちの投資をしていただきたいというのが正直な気持ちですし、その期待に応えるべく僕たちも新潟に勝利して勝ち点3を得たいと思っています。自分が加入してから自分たちの結果で監督に変えていこうというそのことができて、本当に今回完成してみて本当にすごいバックスタンドが出てるし、今からここにお客さんが入って自分がピッチプレーするすごいワクワクしてます。ボックス、シートみたいな、すごいバックスタンド、他のチームだと普通に椅子が置いてあるんだけどボックスシートもあって非常にいいなと思って、あっちよりもこっちのボックスシートがいいんじゃないかっていうか、はい、いいところだなと思って、感じました。この環境が徐々に変化していく中で、やっぱりもうあとは J1 にやるだけだと思っているので、やっぱりそこを目指してみんなで、やっぱりこういう環境が整っている中なので、より責任感を持って、J1 を目指していきたいなと思います。選手のモチベーションにもなると思うし、やっぱり目指すところでも J1 というのが明確にあると思うので、そういった環境での変化というのは非常にプラスに、チーム、選手、フロント、みんなこのマッチアゼビューにプラスに働いているなというふうには。なんかいろんな思い出はすごいたくさんありますけど、本当あっという間というのが強い。やっぱりやっぱ昔のスタジアムの時にこういう素晴らしいスタジアムになるというのはあんまり想像もしてなかったので、こんなにいっぱいになって本当になんか感動します。みんなに感謝します。やっぱ見やすいなっていうのと、あとこっちからやっぱメインスターさんはなんか
また見れるんで、なんか不思議な感覚っていうか、もう本当素晴らしいの一言。まあやっぱりやる気が出るっていうのと、あとはまあ新しく入ってくる選手にとっては本当にプラスだと思います。本当に今まで頑張ってくれた歴代の町田ベルギーの選手の人たちに、まあ、感謝しています。まず試合に勝つで、まあ、応援してくださっているファンのサポーターの皆さんとして喜ぶのは絶対だと思います。まあ、またチーム一丸となって一生懸命頑張ります。今日初めて新しいバックスタンド入りまして、本当にもう感動したというところです。まあ、同時に照明もなくてメインスタンドの屋根も小さくて、他の席は芝生席だった頃を思い出しました。その頃から一緒にテレビのために戦ってくれた選手たちのことも今日すごく思い出した機会でした。座ってみるともう座ってみないとわからないこの見やすさをすごく感じました。コンコースの方も広いですし、いい安心感もありました。町田市のスポーツ推進計画にのっとって、このスタジアムがここまで来たと思うんですけれども、我々はこのスタジアムを常に満員にして私たちに恩返しをしていかなきゃいけないというふうに強く思いました。選手も我々クラブもしっかり取り組んでいきますので、ぜひ皆さんとも素晴らしいスタジアムにお越しください。お待ちしております。新ノースター。